皆さんこんにちは。今日は水彩絵の具を使った奥行きニュアンスデザインのご紹介をしていきます。このチャンネルではプロのネイリストも知りたくなるネイルテクニックを配信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。まずはカラージェルを塗っていきます。フリジェルの S-885、S-802、S-809と、リッカジェルの76番とプレストの JO70 番を使用していきます。まずはシアーグレーを薄く部分的にランダムに塗っていきます。次にパープル、グリーンの順に塗っていきます。シア系のジェルですが、今使用しているのが結構しっかり発色するので塗布量は少なめで OK です。一度硬化します。しっかり硬化したらカラージェルを重ねて塗っていきます。オレンジと紫を今塗って、でシア系のグレーも上からさらに重ねていきます。くすみ系カラーを薄く重ね塗りすることで柔らかい質感になっていきます。この後垂らし込み、絵の具で垂らし込みを入れていくので、ベースは薄くマットジェルを塗っていきます。今回はこちらの3色の絵の具を使っていきます。ブラックとマゼンタ、あとはホワイト、こちらを混ぜながら塗っていきます。筆にしっかり水をつけて絵の具を水で溶かしていきます。マゼンタ単色だと鮮やかすぎるので黒を少し混ぜて調整していきます。お水は結構たっぷりめに使っています。で作りたい模様の形に絵の具をのせて少し待ちます。で筆をしっかり拭いて、水分を取った筆で余分な絵の具を吸い取っていきます。この時に、縁は触らないようにします。で一度乾かしたら次に白を入れていきます。乾かさないうちに塗ってしまうと縁がぼけてしまうので、垂らし込みを重ねるときは必ずしっかり乾かしてから上から重ねていきます。で吸い取る前の待ち時間は長く待つと縁がはっきりして、待ち時間が短いと結構細い縁の垂らし込みの模様になっていきます。次はブラックです。ランダムに2箇所に塗っていきます。こちらも同じ要領で余分な水分を吸い取っていきます。上にブラックを重ねることでくすみ感が増します。結構ブラックが濃く色出るので、しっかり真ん中を余分な水分吸い取ってあげます。で最後に全体のバランス見て、今回はちょっと白を足してみてます。こんな感じで垂らし込み終了です。こちらもしっかり乾かしたらクリアジェルを薄く塗っておきます。この時もしっかり乾かさないとジェルで絵の具を伸ばしてしまうので、しっかり乾かしておきます。で上からカラージェルを重ねます。絵の具を塗った後のバランスを見て色味を調整していきます。今回はシア系のブラックとくすみグリーンを追加しました。こんな感じで若干変化します。で次につぶつぶの黒ラメをのせていきます。こちらもちょっと部分的に粒感が出るようにカスカスで塗っていきます。一度トップジェルを塗ります。最後に真ん中に、ライン感が出るように金箔をのせていきます。トップジェルを塗った後なので、パーツをのせる部分のみクリアジェルを塗って、大小ランダムな感じでちょっと横のラインになるように
金箔をのせています。最後にトップジェルか、粘度のあるクリアジェルでぷっくりラインを作って完成です。ジェルの表面を動かして作ると1回で簡単にぷっくりできます。こんな感じで完成になります。お客様の手にやった感じがこんな感じです。本日使用した材料がこちらです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。